ゆるっとレジェンズ、略してゆるレジェン。はい、皆さんこんにちは。ドラゴンボールレジェンズ宣伝 P のワンタッチです。そしてどうも皆さんこんにちは、プロデューサーのトシです。よろしくお願いします。はい、トシと一緒にレジェンズのプロデューサーをさせていただいているユウです。本日もよろしくお願いいたします。というわけでですね、新年度最初のゆるレジェンのお時間がやってまいりました。ついに力の大会モードが実装されましたね。はい、まあ結構今までの体験と異なるゲームモードになっているわけですが、皆さんどうですか？ぜひご意見ありましたらフィードバックください。それをもとに今後いろいろと調整していこうと思ってますので、はい、全くもって新しい体験といったところを提供するので、ちょっとお客様の反応を、大事に今後進めていきたいコンテンツではありますので、皆さんぜひぜひご意見を寄せていただければなと思います。そのためのプレシーズンですね、そのためのプレシーズンです。はい、そしてウルトラも実装されましたね。はい、されましたね。凄まじくかっこいい演出が盛りだくさんのウルトラもちろんそれに見合うだけのミッション達成であったり、交換量であったり、いろいろと大変なところもあるかと思いますが、ぜひ皆さん頑張って限界突破目指してください。モデルグラフィックがもう動くといったところで、非常に皆さんもこれは喜んでいただけてるのじゃないかなと思うんですけれども、ウルトラの Z パワーを獲得するイベントっていうのは今現在開催中ですし、別の形でだったりとか同じような形でっていうところで継続して実施させていただくので、こちらもぜひぜひお楽しみいただければと思います。それでは最初のコーナーに参りましょう。はい、アスクスタッフ。あれ、はい。こちらですね、先日開催されたバトルアワー内で実施したコーナーなんですけれども、先日ではないけどな、もう一月以上前ですね。まあ、ですこのコーナーはですね、皆様から SNS 等に寄せられた質問にみんなでどんどん回答していくというコーナーになっております。実際に寄せていただいた質問の数1700近く、1700ぐらいありましたか。はい、もちろんそれだけで終わるつもりもないんですよ。今新しく寄せていただいている質問にも答えられるようにっていうところで、このコーナーを実施できればなと思ってます。1700個のうち200個ぐらいがトシさんのに関する質問なので、まあ実際は1500個ぐらいってね、はい、めちゃくちゃ個人的な質問混ざってましたね。ありましたね。ヒゲ剃らないんですかとかありました。ちょっとアイデンティティなんで勘弁するんですけど。というわけでですね、その1700件以上に寄せられた質問から、まあ、一部をこのレジェン内で答えるかなと思っております。はい、では最初の質問ですね。一部のキャラクターのユニークアビリティを見ると、バトル開始時自身に以下の効果を発動すると書かれているものがありますが、こういった発動時間が明記されていないアビリティの効果は具体的にいつまで発動されるのでしょうか。基本的に発動時間が明記されていないものに関しましては、いわゆるバフ消去、他のキャラクターによって消されないであったり、こうなったら消されるよって書いてない限りはずっと効果が続くものとして用意しております。でさらにその中にも消去不可と書いてあるものは敵キャラクターの効果によっても消されないというような特別なものになっていますので、結構強力なものですね。それ以外は何かきっかけがあれば消える可能性はありますが、いわゆるカウントとしては何カウントって書いてない限りはずっと続きます。性能や属性などで運営さんの中で意見が割れたりしませんか。これ多分、はい、決める時ですね。はいはい、シンプルに答えは一つで、めちゃくちゃ割れます。そもそもドラゴンボールレジェンズのキャラクター性能というとか、Z アビリティだったりユニークアビリティだったり、非常にいろいろなアビリティが多岐にわたって存在しているものでありますし、現在流行っている、タグは何なのか、未来なのか神の手なのか強大な敵なのかであったりとか、最近出てきたキャラクターの属性であったりっていうところで、いわゆるメタを管理する上で非常にいろいろな、要素があるっていうところがあって、それぞれ、運営の開発メンバーの中でも、ここはこうするべきなんじゃないかっていうことは意見は割れます。そこを慎重に検討を重ねた上で全員が納得できるものを毎回お出しさせていただいているというところなので、決して我々としてじゃあ次はこれで行こうみたいな軽いノリではなく、もう毎回一つのキャラそれぞれに対して、性能面だったりとか、属性だったりタグだったりとか、 Z アビリティは何の、タグにかけるべきなのかみたいなところはもう慎重に毎回打ち合わせを重ねさせていただいてリリースさせていただいております。しっかり全員で合意を取った上でというところで、誰かの一存にならないようにちゃんとしているというところですね。そうですね。一番作るのに苦労したキャラクターは何ですか、前からすごく気になってましたというところです。これ結構似たような感じでちょっとお答えしたことあるかもしれないんですけれども、中でも本当一番時間を他キャラクターと比べてかけたものはレジェンズリミテッドの孫悟空、身勝手の動き兆しですよね。終わらせ、
結構大きく2つありますけれども、まずいわゆる演出面、非常にクオリティの高いものになっていると思っているんですけれども、まずこれを今皆様の持っているスマホでちゃんと問題なく演出再生できるようにっていうところであったり、かっこよく見せるための工夫、それだけでなく性能面、ユニークゲージなるもの、この極意は持っているわけなんですけれども、うん、やっぱり身勝手の極意といったらもう体が勝手に動いて敵の攻撃を避ける、はいはいはい、敵に効果的な攻撃を与えるという性能になっているわけなんですけれども、うん、原作通りにすると本当最強キャラクターになってしまうところがありますので、バランスを良くするというところはすごい苦労しましたね、開発メンバーが。全部避けたらそれはそれも成立しなくなるし、本当最強になっちゃいますね。かと言いつつ、すっごい限定された空間だけで避けるってなったらなんか違うなってなるじゃないですか。なのでそこのいい塩梅というところを追求するためにはすごい時間をかけて制作させていただきました。他にも演出面、はいはいはい、の話でいくと、海洋犬に変身する孫悟空も結構、はいはいはい、特別な対応が必要でして、海洋犬いわゆる変身中に特殊アーツカードを使うと必殺技の演出が変わるという機能として、そもそもその当時新しいものが必要だったので、結構必殺技使うと強制解除されるであったり、そもそも必殺技使う前に特殊アーツを使うっていう条件があったりと、細やかなそこまでのレジェンズによって他のキャラクターになかった機能というところをたくさん用意する必要がありましたね。まあ、ユニークな動きを持ってるキャラクターやっぱ全体的にやっぱ大変ですよね。あの特殊で交代するランチだったりブルマだったりっていうところも、本当にいろんなキャラクターそれぞれユニークな演出を作るためにはその分の労力がかかっているっていったところですね。隣のクラスにとても好きな女の子がいて、いつも打撃アーツで攻撃しているのですが、バニシングで避けられてしまいます。どうすれば彼女にライジングラッシュを叩き込むことができますか。いやこれ編集してませんよね、この質問。いやこれ編集1700あるうちから本当にこれ拾ったんですよね、した質問、はい、まあ、あったなって今思い出しましたよあったなって思いましたけど、回答突っ込んでますからね。あのまずあの打撃アーツを打ち込むのをやめましょうっていう、そもそも、まあ、確かに一方的に打ち込むんじゃないよと。いや恋愛戦争的な不倫なんですかね、わかんないですけど、まあ、ちょっと言う答えてください。まあバニシングで避けられるっていうんだったら、まあ、まず1回打撃アーツで突っ込んで、はい、ブーだったりとか、まあ、ベジットのメインアビリティとかで交代禁止を付与して避けられないっていったところに打ち込めばいいんじゃないかなと思いますけど、はい、もうこの際気にせずライジングラッシュで突っ込めばいいんじゃないですかね。当たんないって言われてるのにひどいな、この回答。結論、交代禁止がいいと思いますよとのことでしたか。アメ玉ベジットは実装されますか。ちょっと待った、ごめんなさい。アメ玉はですね、現在のところはちょっと実装は予定はしておりません、うん、というのも大型キャラクターの逆ですね、あの小さすぎそうか、現実はアメ玉だったの見えない、そもそも視認性だったりみたいな部分もあって、あのちょっとまだいい塩梅の落としどころっていったところは出てないっていうところがあるので、なんなら一番辛いのがアメ玉ベジット自体のアニメーション云々ではなく他のキャラクターたちのアニメーションがおかしなことに そうなんですよなっちゃうんですよね、はいはい、例えばブロリーの敵を掴んでぶん投げる技とかおかしなことになるんですよね。何掴んでるのかわからないっていうそういった調整考えるとちょっと当面は実装予定していません、まあね、あとはロゼの必殺技演出です。一番最初の赤のロゼとかこうやって掴んでる胸ぐらをこうやって掴むんですけど、飴のどこ掴むとかあのヤムチャがこう必殺技で最近出た砂漠の盗賊衣装のヤムチャの殴り合いの時にそもそもあの飴玉どう動くのっていうのもあったりとかで、ちょっと申し訳ないですけど、専用対応が凄まじいことになっちゃいます、ね、ちょっと、はい、今は予定ないですけど、いつか出したいなとは思います、まあ、そうです、はい、レジェンダリーフィニッシュの演出についての質問です。スーパーサイヤ人ベジットやスーパーサイヤ人ゴッド、うん、スーパーサイヤ人ベジットのような原作やアニメに描かれていない技をレジェンズで再現するときはどのように決めているんですか。レジェンズならではの演出というところを意識した上で、うん、原作のアニメというところを裏切らない形で要所要所いろいろと独自のものを取り入れさせていただいてますが、うん、本当に原作にあるものをそのまま再現するよりもしかしたら難しいかもしれないですもんね、うん、またな悟空のレジェンダリーフィニッシュとかは、うん、バリアのスーパーサイヤ人3のスーパーサイヤ人3ですね、スーパーサイヤ人3 あのレジェンダリーフィニッシュとかは、あのレジェンダリーフィニッシュしたら黒髪に戻ってくってやるシーンとか、そもそも金髪から黒髪に戻ってみたいなところをもう作り込んで作り込んで、オラの全力だ、行くぞオラ
双葉に元気を分けてくれ。双葉にしまえ。ありゃ。またな。本当に開発メンバーの心血が注がれてる演出ですので、すごい頑張ってるんだなってちょっとでも心の片隅で思っていただけるとありがたいです。というわけでですね、今回は真面目なものからちょっとゆるいものまで回答させていただきました、うん、本当にゆるすぎるものはちょっと今回ね、はい、やりたくないですけど。そうですね、はい、めちゃくちゃプライベートなことを、それもはやゆるいとか関係なくてちょっと、はい、ただ基本的にドラゴンボールレジェンドに関してはお答えをしたいと思ってますので、都市に関する質問が本当に多すぎるいや誰得だよって思うんですけど、ね、答えられたら答えられてる、多分聞いた方々もいやこいつ本当に答えたよって思うんじゃないかと思うぐらいのノリでしたよ。はい、というわけでですね、こちらは来月以降も、できれば実施していきたいなと思っております。それでは次のコーナーに行きましょう。レジェンズアップデート情報かっこ野望はい、ですね、今月はカッコ野望とついている通り、ちょっと今すぐに改善するみたいなアップデート情報ではなくてですね、まだ完全確定はしていないんですけれども、こういったことをやったらいいんじゃないかとか、こういうことを検討しますよっていうアップデート情報をお伝えしていければなと思っております。では、トシさんお願いいたします。直近でいくとそれこそ力の大会モードのような大きな機能追加も行ってありますが、冒険依頼書が破棄できるようになったであったり、ったね、特定イベントに紐づいているブーストキャラクターが、アイコンになってちゃんと表示されるので、分かりやすく誰を使えばいいのか、どういった特効効果なのかっていうのが分かりやすくなった調整もありますが、そういった形で遊びやすさがより増している機能改善というところを積み重ねていっております。今までね、その DBL01-4S これ何のキャラクターだろうみたいなね、うん、そこからちょっとね調べないといけない、検索しなきゃいけなかったっていうそうですね、うん、と言いつつも、もちろん皆さんそれでもなおここを改善してくれっていうような声が、うん、ちなみにあるのはちゃんと感じてます。その中でも優先的に対応していきたいなと思ってる野望を野望ちょっと今日お話しできればなと思ってます、はい、なのでちょっと今日お話ししたもの、例えばじゃあ来月再来月すぐ実装されるのかっていうと、うん、いや本当されたらいいんですけれども、もしかしたらされるものもあるかもしれない、あるかもしれないしっていうところの温度感で、あくまで我々としても確実にそこは向き合って今ちょうど制作進めていますというところをお伝えしたいなと思っています、はいはい、じゃあ行きましょうか。はい、ギルドコインの交換所の改善、まあ、具体的に何かというと、まあ、ギルドコイン交換されている方々はもう真っ先に聞いてイメージできると思うんですけれども、そもそも交換所行くために一回メニューからギルドを通じてっていうクッションがあって、うん、どうしてもそこに関しましては今後ギルドに加入してた場合はシンプルにもう交換所からギルドコイン使えるようにするであったり、うん、場所を変えるっていうような分かりやすい解決策をちょっと考えてます。確かにね、ちょっと最初に気づくまでここから交換所があるんだっていうのはね、うん、ちょっと気づきにくいところにあったり、まあ、それっていうのは事実ですからね。はい、プレゼントボックスにあるマルチ Z パワーを直接使用できるようにしたいななんてちょっと思ってまして、今って使って空いた枠にプレゼントボックスから手に入れてまた使ってっていうところで、結構その使うまでにいろいろとちょっと動線を踏まないといけないんですけど、もうプレゼントボックスから直接好きなキャラクターに継ぎ込むことができるっていうことで、キャラクターのまあいわゆる育成っていうところですね、限界突破の育成っていったところをまあ効率的にできるように改善できればなとは思ってます。マルチ Z パワー自体は皆さんに対してのすごい喜ばれる報酬として配り続けたいと思ってるんですけれども、はい、同時に溜め込まれると我々としてもちょっと配りにくくなってしまうんで、うん、こういうような制限もともとあったんですけれども、うん、使うための手間は意図的に皆さんに課してるわけではないんですよ。このストレスというか、一回使ったらプレゼントボックス戻ってって行ったり来たり、一回使ったら交換所行ってっていうこのやり取りが自体の手間っていうのは確実に改善したいと思ってますので、そこはまず認識してますというメッセージでした、はいこのキャラクターをパーティーに入れていればアイテムのドロップ数が増えるといういわゆるドロップ特攻キャラクターの仕様がレジェンズにはありますが、現状何のイベントで何のドロップ特攻キャラクターがいるのかっていうところはお知らせの中を見ないといけないんですよね。そのイベントに直接挑んですぐ分かるのではなく、そのイベントのためのお知らせを読んで初めて分かるところになってしまっている、そうですね、そこでしか気づけない、はい、のでこれに関しましてはだいぶ不便なのは、はい、我々としても気づいています、はい、なのでバフというか特攻というところの見やすさ分かりやすさっていうところは今後確実に改善させたいと思ってます、うん、はい、
ちょっとね、設計から見直す必要がある部分とのことで、今野望として話しているものの中でも難易度の高いものではあるのですが、うん、はい、まあ、確実にやはり上がってくる要望の中でも強いところですし、うん、実際結構重要なんですよね、ここの、うん、実はこれを知らずに何度も挑んでた、知ってたらもう持ってたのに、うん、このキャラクター使ってたのにっていうところに対して悪意を持ってそこのような設計にさせていただいているわけではないので、うん、少々お待ちください。はい、次なんですけど、これ個人的にもめちゃくちゃやりたいんですけど、うん、いわゆるキャラクター、まあ、今いろんなフラグメントがもうリリースからどんどん増えてきて、昔からやってらっしゃる方だったり、まあ、もしくは最近やってらっしゃる方だったり、レジェンズフェスティバルで新しく始めてくださった方だったりっていうところで、やっぱりどのキャラクターにどのフラグメントをつければいいのかっていうのがちょっと、まあ、あまり分かってない方もちょっといらっしゃるのかなっていったところがあって、非常にこのキャラにつけるべき効率的なフラグメントっていうのは実は我々の方では想定してはいるんですけど、じゃあそれが皆さんに伝わってるのかなっていうと、うん、まあ、ちょっと伝わってないのかなっていう部分もあったりするので、初級者から中級者の方々にかけてこのフラグメントをつけた方がいいんだって分かるためのキャラクターそれぞれのおすすめフラグメントを表示する機能みたいなところをちょっと今作れたらいいなーなんて思ってるっていうところですね。これなんかね、まあ、いろんなねやり方が多分考えられると思うんですけど、例えばなんかそのレジェンズをすごい PVP とか上手い人たちがつけてるフラグメントが表示されるとかね、なんかそういうトップ層の方々が何を使っているのかっていうの、はい、そういうの知れたらすごい助かりますね。プレイヤーの皆さんも知りたいところでしょうし、うん、先ほど優が言った通りフラグメント、いわゆる使用想定はあるんですよ。リリースした瞬間にこのキャラクターに一番効果的に使うものなんだよっていうのは考えてたりするんですけれども、やはりトップの方々はその中で特定のキャラクターの組み合わせも考慮した上で最適解があったりするので、そこに関しましては確実にフラグメントの数を考慮すると一つ一つ読んで考えてってなってくると辛いところがあると思いますので、まあ、いわゆるなんて言うんでしょうね、中級者から上級者に上るためのヒントとしてこういった機能は確実に増やしていきたいなと思ってます、うん、まあ、ただ本当の初心者の方々に一つだけ言うんだったら、とりあえずつけた方がいいですまずは、うん、っていうのはあります。まずは装備してそこから少しずつ入れ替え何がいいんだろうなっていうのを考えていただければなと思います、ね、細かいところでいくと、はいはい、今現状共闘は例えば1回組み込んだキャラクターたち手動で連れていくキャラクターを一時切り替えなきゃいけないのに対して、うん、パーティー情報を保存できる手段めちゃめちゃであったり、エネルギーが満タンの状態でもさらに回復できるようにするとか、うん、そういう細々としたものをどこかで改善していきたいなとは思ってるんですけれども、うん、ちょっとまだ今現状野望ではあります。そうですね、野望という言い方を取らせてくださいっていうところですね、はい、もちろんまた改めて確定したら早い段階でいろいろ J を通じていろいろと皆様にご紹介できたらなと思ってますし、これが野望ということは逆に皆様の要望が変わっていけば優先順位ももちろん変わってきますので、うんうん、ぜひフィードバックなどは我々も SNS ちゃんと見ていますので教えてください。はい、なんかこれね、また募集企画とかもしかしたらやれたらいいですね。そうですね、そうですね、こういうところを直してほしいみたいな、まあ、実際アンケートは定期的に行っていますので、アンケートを通じてであったりいろいろと常に見ていますので、まあ、野望野望ってちょっとしつこく言ってますが、もう可能性が 0% みたいなことを適当に言ってるわけではないです。そこは違います。そうですね、すげえ汚いこと言えば 0% だったらそもそも言わないんです。確かに確かに、はい、ここにあるものは逆に直していける、直していきたい、うん、ただちょっと時間がかかるかもしれない。じゃあ来月来月っていう類のものではないものとしてお話ししてます、はいはい、ということでね、ここは、皆さんお楽しみに、ちょっと気長にお待ちいただけるとありがたいです。はい、はい、します。皆様こんばんは、レジェンズニュースのお時間です。今月はいつものゆるレジェとは違い、レジェンズオールスターに登場するキャラクターではなく、レジェンズに新しく登場するレジェンズリミテッドのキャラクターをご紹介いたします。こちらをご覧ください。勝負あったな。レジェンズリミテッドのスーパーサイヤ人4、孫悟空が登場いたします。救出性能を持ったカバーチェンジに加え、バトル開始時や敵と対峙するたびに
与えるダメージがアップしているアタッカー性能を持ち合わせており、汎用性の高さが魅力のキャラクターとなっております。また味方が戦闘不能になることで自身の性能がさらにアップしていきます。怒りを込めた究極アーツの威力はまさに一撃必殺です。以上、レジェンズニュースでした。はい、というわけで今月のレジャー以上となりますと、いつものように終わりそうなところなんですが、今日はですね、ゆうから皆様にちょっとお知らせがございます。まあ、はい、そんな大したお話じゃないんですけど、お願いします。まあ、ちょっと私ゆうがですね、今回ゆるレジェの出演に関しましては一旦今回で一区切りとさせていただくことになりまして、今後はワンタッチとトシと、あとこの先月に出てたりょうっていう、新プロデューサーのメンバーにこの立ち位置っていうところを任せようかなと思ってます。まあ手いつつ次の社内最強大会第2回戦で普通にまた出てくる、もう本当に緊張しないあとはもっとちゃんと練習をして、そもそも後隙がある技をいやそうです、意味のわからないところでぶっ破しない、ちゃんと相手の動きを見るみたいなところをちゃんと家でももうちょっと練習します。あの緊張しててできないことは実力じゃなかったってことなので、今のコメント欄がどうなってるのかちょっと僕は今ドキドキです惜しむ声でもね溢れていると嬉しいなっていうところですかね。1割でもいたらもう僕は泣いてる1割でも、はい、1割でも。まあね、なんかこれよくあの誤解されるところでもあるんですけども、ここに出てる人が全てっていうわけではないですかね。あの例えば先月とかバドラインに出た指一元とか初代プロデューサーの敬語ですね、まあ、表舞台には今トシさんが出てますけども、社内の席隣ですからね、うん、こういった形でゆるるじに関しては一旦交代ではありますが、うん、開発メンバー、運営スタッフ、プロモーションチームであったりもろもろあらゆる人間が関わっていますので、一旦ゆるレジェとしてはお疲れ様でしたというところで、引き続き量を含めて我々の方で新たな情報を来月再来月以降と提供していければなと思っています。はい、それでは、今月のゆるレジェは以上になります。皆様ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。